プラズマボール。内側のガラス球から外側のガラス球に向けてプラズマフィラメントが伸びている。プラズマボールとは透明なガラス球の中心に高圧の電極を設置し数種類の気ガスの混合機体を封入した器具。中心電極とガラス球角の間にはプラズマフィラメントが形成され色鮮やかな光のビームが定常的に伸びているように見える。米国において プラズマボールは1980年代に珍しいグッズとして人気を博した。光源としてのプラズマランプを最初に発明したのはニコラ・テスラである。1892年、テスラは光電圧における現象を研究するため、ガラス管に封入した機体に高周波電流を引火する実験を行った。テスラはこの器具を不活性ガス放電管と呼んだ。 現在普及しているボール型のプラズマランプを発明したのはビルパーカーで1971年のことであった。メディアを再生するプラズマボールの動画。プラズマボールのデザインや構造は多種多様だが透明ながらスキュに約1気圧の混合機体を封入したものが一般的である。機体としてはネオンが最も広く用いられるが、アルゴン、キセノン、 クリプトンのような他の気ガスと混合されることもある。機体にはおよそ3 5ヘルツ2から 5KV の高周波交流電圧が印加される。このため、家庭用電源などに接続した低圧の DC 電源から高周波発信回路と変圧器を介して、高周波、高圧の AC 電圧を作る。つまり、プラズマボールの内部回路は一種のインバータである。この電力は、 ガラス球の中心に設置された電極から機体に対して伝達される。電極としては中空のガラス昇球に金属ウールや導電性流体を満たしたものなどが用いられる。この場合、高周波電力は昇球のガラス壁を介した容量結合によって機体へと伝えられる。その結果、内部電極から外角のガラス絶縁壁に向けてプラズマフィラメントが形成され、 特有の色を持った触手状の光がボール内を動き回るように見える。身近な器具であるにもかかわらず、プラズマボールのプラズマ発生機構に関する学術的な研究は2010年頃まで行われておらず、多くが未解明な状態にある。中心電極に加えるエネルギーをダイヤルでコントロールできるタイプのプラズマボールも存在する。発光内射放電が起きる。 最小限のエネルギーに設定するとフィラメントが1本だけ現れそれに沿って作られたプラズマチャンネルがエネルギーをガラス壁へさらに外界へと伝達する出力を上げていくと単一のチャンネルの容量を超えた時点で2本目のチャンネルが生成されさらに3本4本と続くそれぞれのチャンネルに流れる電流は同じ極性を持っているのでフィラメントは 同符号の電化のように反発し合う。フィラメントの根本と内玉の間には暗い境界が存在する。プラズマボールのガラス球に胴体を近づけると、プラズマボールの表面に指先を当てると、そのスポットにフィラメントが引き寄せられてくる。人体は1キロオーム前後の抵抗値を持つ胴体であり、指とイオン化ガスに挟まれたガラス兵器はコンデンサの有電体として働くため、 内玉からガラス壁や人体を介してグラウンドまでインピーダンスが低い経路が形成されるためである。この時流れる電流は1 m a ア程度の小さいもので主に皮膚の表面を流れるため危険性はない。内玉と指をつなぐフィラメントは他よりも細く明るくなる。チャンネルを通る電流が増えることで明るくなり、電流が周囲に作る磁場が増大することで チャネル自身に働く圧縮力が強められるのである。後者は自己収束と呼ばれる磁気流大力学的効果である。プラズマフィラメントは定常的に存在しているように見えるが実際には寿命1 μ s 程度の短命なフィラメントが交流サイクルごとに現れたり消えたりしている。フィラメントは中心電極が不電位の時に内玉付近で発生し、 秒速 10km ほどの速さで外側に向けて伸びていく。フィラメントが消失した後、次のフィラメントは、機体中に残存する電子やイオンを利用して、同じ経路をなぞるように生成する。フィラメントが動き回る理由の大部分は、フィラメント周辺の機体が温められるためである。熱くなった機体は浮力を受け、フィラメントと共に上昇する。フィラメントの先端が、 指などの胴体につながっているなら、中間部のみが上昇して、こう描く。電極から胴体までの経路が長くなりすぎると、フィラメントは消失し、電極と胴体とをまっすぐつなぐフィラメントが、新たに生成する。プラズマボールを作成するには、ガラス球をできる限り排気してから、大気圧と同程度のネオンを封入する。封入ガスが純粋なネオンなら、 高周波電圧のもとで放電が起きると玉全体がぼんやりした赤色に輝く。アルゴンを少量混ぜるとフィラメントが形成され、ごく微量のキセノンを加えるとフィラメント先端に花のような分岐が生じる。気ガスのうちラドンは放射性であるため、ヘリウムは比較的短時間でガラスを透過するため、クリプトンは高価であるため使用に適さない。また、 分子性機体はプラズマによって分解される恐れがある。アムステルダムのネモ科学ミュージアムに設置されているテスラボール。ニコラテスラは現在でいうプラズマランプの一種をインキンデセントエレクトリックライトという表題で特許登録した。高強度の放電灯としては初めて特許登録されたものの一つであった。白熱電球に似た緩球の中心に設置した導体に対して テスラコイルで発生させた高電圧を与えると環球の内壁に向けてブラシ状の放電が発せられる。正確にはテスラが特許を取ったのは真空排気された環球にそこから導電体を貫入させその先端に光源となる不燃性物質の昇球を取り付けるという特定の様式のランプである。テスラは当初これを単極ランプと呼んでいたが後に 不活性ガス放電管と名付けた。1970年代から80年代にかけて、ジェームズ・フォークは、グラウンドスターという名で、プラズマボールを生産し、収集家や科学館向けに販売した。1984年、SF 作家、ジェリー・パーネルは、オーブ・コーポレーション社の、オムニスフィアをレビューして、この世で最も素晴らしいもの、総例く新しい芸術品と激賞し、 私のオムニスフィアはどれだけ金を積まれても譲らないと述べた。近年のプラズマボールにはヒセノン、クリプトン、ネオンの混合機体が封入されるのが一般的であるがテスラの時代にはそのような機体を作成することは技術的に不可能だった。今日のプラズマボールに見られる鮮烈な色やフィラメントの運動の激しさや形状の複雑さは混合機体の種類、環境の形状、 内部回路の組み合わせによって制御されている。プラズマボールは独特の照明効果を持ち、指でプラズマを動かして遊べることから、変わったインテリアとして、もしくは化学おもちゃとして使用されている。演示実験用として、学校の理科室に備えられていることもある。通常の照明器具として用いられることは少ないが、コンセントから給電する、常夜灯用のプラズマボールも販売されている。 導電体や電子機器をプラズマボールに近づけると軽いやけどを負うほどガラス球が熱くなることがある。また近づけたものとガラス球内部との間で放電が起きて弱いショックを感じることがある。放電はプラスチックの保護ケースを貫通することもある。プラズマボールから発生した高周波の電磁波はノートパソコンや携帯電話などに用いられている。 タッチパッドの動作に影響を与える場合がある。1メートルほど離れたコードレス電話や Wi-Fi 機器に影響を与えるほどの電波障害を発生させる機種も存在する。ガラス球を金属箔で覆うと静電結合によって箔に大きな高周波電圧が伝えられる。この時、玉内の機体が一方の導体、有電体であるガラス壁を挟んで金属箔が覆う一方の導体となって コンデンサが形成されている。箔に胴体を近づけることで箔から小さな電光を飛ばすことができる。電光はガラス球の破損や火災を引き起こす可能性があるほか、指に直接電光を飛ばすと軽い火傷を負う。ありがとうございます。